では心の声。心の声は5時間半です。一押しです。あのね、これね、音調整したんですけど、もうね、わけわからないです。いや、本当にね、あの、ここに映ってて、ここにある音、映画ってほら、絵と音が一致して空間を作っていくじゃないですか。で、あの、それをあえてずらすこともするしっていう、そういうことなんだけど、もう、あえて ずらしてるんだか、ずれちゃったのか、あの、多分あえてずらしてるんだけど、そのずらしたことをずらした感じで面白く見せてるんじゃなくて、ずれてるのが本当だみたいな、絵と音が、いうような感覚になるような映画なんですよ。だからもともとその、俺らが普段映画を見たり、なんていうの、普段生活してたりするっていうのも一個のあるシステムの中に組み込まれて、そう思わされてるだけっていう部分を全部取っ払ってくれる映画なんです。危険ですね。危険な。だからあの、もうどういうふうにも生きられるようになると思います。これを5時間半見た人は、あの、何があっても大丈夫です。そうなりたい。はい。